レスリング柴田参上。やらかしたユーチューバーを真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、孤独を抱いて悪を打つ、悪口言っても心はい、どうも柴田です。はい、今日なんですけども、一昨日ですね、一昨日、まあ、僕と交流がある、格闘家であり YouTuber の朝倉未来くんが一昨日アップした動画、人生初の二郎ラーメン食ってみたっていう動画があるんですけども、まあ、この動画の内容がですね、僕の中で炎上してます。はい、これどういう内容かっていうと、まあこう試合を終えてですね、まあこう減量みたいのが全くなくなった朝倉未来が初めて渋谷にある野郎ラーメンっていう二郎インスパイアのラーメン屋さんで、まあスタッフと一緒にその大盛りのラーメンを食べるっていう、大食いするっていう、まあただそれだけの企画なんですけどもね、これまあすごいざっくり簡単に言うと、明らかに最初から食べれない量である大盛りを頼んで、で結果的に、かなり多い量を残して、で店員さんにごめんなさい、すいません、食べれませんでしたもなく、動画を終わるっていう、内容でして、まあ、これ僕の中で大炎上 でコメント欄でも結構騒がれてるんですけどもね、これね、そもそもですよ、そもそも言うと、野郎ラーメンは分かんない。野郎ラーメンは分かんないんですけども、その本家のラーメン二郎って、お残し厳禁なんですよね。で、食べれないんだったら、ラーメン代を頼むことは絶対に許されないんですよ。っていうか、もっともっと、細かく言うと、本家のラーメン二郎、僕はちなみに、ラーメン二郎はですね、横浜市民なんで、ラーメン二郎関内店によく行ってるんですけども、一応関内店ではですね、ラーメン大とラーメン小っていうのがありまして、で、ラーメン小を食べたことある人でなければ、ラーメン大をそもそも注文できないんですよ。だから、僕はその、ね、関内二郎に行って、ラーメン食べてる時にね、おじいちゃんが来てね、で、ラーメン大ってこう注文しようとしたんですよね、食券買おうとしたら、そしたら、あ、すいません、うちはラーメン小でも普通のラーメン屋さんの大盛りの量はあるんですけれども、おそらく食べられないと思うんで、ラーメン小をご注文くださいっておじいちゃん言われたって感じで、ね、そもそも注文できないし、その食べれないんだったら大盛りのラーメン大を食べることは許されないんですよ。でも朝倉未来はね、この、野郎ラーメンに入る前、お店に、まあ、ディスプレイされてんだよね、要はそのラーメン大はこんぐらいみたいな、大盛りはこんぐらいみたいなディスプレイされてて、こんなん絶対食えないよみたいな、俺食えなかったら残すよみたいなことを、もうそもそも朝倉未来言ってて、もう明らかに食えない量って分かってるのに、スタッフと3人並んで大盛りを3つ注文、さらにそこにチャーハンと餃子を追加注文して、まあ、結果お残しをするっていう、感じだったんですよね。これどうですか皆さん、許せます。まあこれもちろんラーメン二郎の、なんていうんだろう、流儀というか、ハウスルールにも反しているし、なんかちょっと嫌じゃないですか、お金持ちの YouTuber がさ、そのサムネ映えのためだけにさ、大量とかさ、すごい大きな注文をしてさ、それ結局さ、ちょこちょこって食べて帰るみたいな、すごい感じ悪くない、何それみたいな。テレビってもうそういうのなるべく許されないように、まあまあ小さくテロップでね、スタッフが食べましたとか言うし、まああんまりそういう、
個人が食べれない量を注文するっていうのはテレビではなくなっていると思うんですけども、やっぱ YouTuber はあれですよね、そこら辺のルールもコンプラもないからやっぱやりたい放題で、まあ正直こう見てていい気持ちはしないですよね。はい、まあ、こんな言い方はなんですけれども、まあこう朝倉未来の今回の動画、僕はあの品性下劣と言うほかないと思いますね。はい、いや本当にこれね、ミクル君はね、分かってほしいんだけどもね、もうなんだよラーメンね、たかがちょっと注文したものを残すのってそんなに悪いことかよって、金払ってんだからいいだろってミクル君は思うかもしれない、思うかもしれないけども、ラーメン二郎会において、お残しをする、それも大盛りを頼んでお残しをするってことはですね、雷神で八百長をする以上に悪いことなんですよ。許されませんよ。ジロリアンから、全国の全ジロリアンから叩かれますよ。でね、そのね、お残しをする朝倉未来もね、そうだしね、その大盛りを頼むね、朝倉未来にね、周りのスタッフは何も言わないんですよ。いや、未来さん、さすがに食べれないんで、この普通のサイズにしたらどうですかとか、ね、誰も意見しない。みんな朝倉未来にペコ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 して、じゃあお前もだい、お前もだい、みたいな感じで、全員頼ませられて、そしてスタッフ全員残して帰るってね。品性下劣だよ。未来、お前売れたら何してもいいんか、売れたら王様か、年10億稼いだら何をしてもいいのか。ねえ、僕はね、その昔を思い出してほしい。ね、お前なんかね、大して稼いでなかっただろう。大して稼いでなくてさ、そのバイト代とかでさ、その頼むラーメンよ、汁まで飲んだろ。その時の気持ちをね、ミクル忘れたんか。まあ、僕もね、まあ少し、結構何年も前ですよ、ヒカル君とラファエルとね、北海道旅行に、動画で行きましてね、で北海道の市場でさ、市場食堂みたいなところで大量に注文してさ、でもラファさんとかさ、ちょってでも、全て一口箸をつけてさ、で動画撮ったら全部残すんですよね。で僕はそれを良くないよって、いくらお金持ちになってもそこはちゃんとしなきゃダメだよってね。その魚一匹だってもともとは命ですからね、命をわざわざさ、そのこ、ね、あの命を奪って、でそれは自分の糧とするために命を奪ってるわけなんですから、ね、魚だってね、もう一つ切り身一つ食べられるぐらいで注文されたくないんですよ。だからどれだけお金持ちになっても年何億稼いでもそこは忘れちゃいけないって僕は思うんですという感じなんで、朝倉未来君の今回の動画、僕の中ではすごい許せないんですよ。なんで未来君謝罪してもらえませんか、動画で、全ラーメンファン、全二郎ファン、はい、あと視聴者に向けてですね、ラーメン、二郎系ラーメンを残してすみませんでしたと謝罪してもらえませんか。はい、僕はこれ謝罪しないと、ミクル君これ多分すごい炎上してですね、結果多くのファンを失いかねないと思うんで、謝罪することをお勧めします。はい、じゃあ今日はですね、ミクル君がラーメン二郎系ラーメンを残したことについてちょっと許せないっていうね、僕の気持ちをお話しさせていただきました。じゃあ柴田でした。バイバイ。友達も明日は切らずにいられない。